魚、レッツゴーアドベンチャー。はい、皆さんこんにちは。今日もお魚アドベンチャーの時間がやってまいりました。このお魚アドベンチャーのチャンネルは動画を初投稿してから1年が経過いたしました。なんか仕事してるとね、1年ってすごい短く感じるんですけど、このアクアリウムに関してはね、1年ってすごく長く感じました。毎日毎日ね、いろんなことが起きるんですよ。例えばライブロックについた石灰層が増えたり減ったり、あと中にいる魚が死んでしまったりとかね。そして新しい魚を買って仲間にしてみたり、あとはライブロックの中に潜むシャコとかカニとかをね、見つけたり、急に水が真っ白になったり、少し前まで喧嘩していた魚同士がとても仲良くなっていたり、イソギンチャクが分裂していたり、知らない生き物がたくさん発生したり、この1年間は本当にいろんなことがありました。 YouTube 最高。 YouTube に動画を上げ始めて3ヶ月ぐらい経った時に自分で気づいたことがあって、アクアリウムのついでに動画を撮影するのではなく、動画を撮影するためにアクアリウムをやっている、そんな感じになってきた。はい、そして最後に今までの動画でご紹介しきれなかったところを少し簡単に説明していこうと思います。まずは1ヶ月ぐらい前に買った殺菌刀、ちょうどこのプク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 なっているこれ殺菌刀なんですけれども、これをつけてから魚たちが全然体を岩にこすりつけないっていうことは病気が治ったということです。しかも最近ではずっとつけっぱなしではなく、まあ、1週間に 2,3 回つけてあげる、そんな程度にしています。それでも体をこすりつけなくなったので、この殺菌とかなり効き目があると思います。そして次はちょっと悲しいんですけれども、いなくなってしまった生態を紹介します。まずは赤いエビ、ホワイトソックスシュリンプ、そいつがね、もうね、ずっと前からいない、消えてしまいました。食べられたんでしょうね、誰かに。そして節腕サンゴモエビという超優秀なエビ、あの3匹もいなくなりました。これも誰かに食べられたんですかね。そしてエメラルドグリーンクラブ、いろんな苔を食べてくれるカニがいたんですけれども、そいつらも最近見当たらない、これも食べられたんですかね。そしてパンダ模様の魚、フタスジ琉球スズメダイ、こいつもいなくなってしまいました。また食べられたんですかね。ということで、お魚アドベンチャーは2年目に入りましたが、これからも応援よろしくお願いいたします。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の動画お楽しみに。